はい、こんにちは、里五郎です。今年もね、野川にやってきましたね。時期が5月の末なんでね、ちょうど蛇の繁殖期なんでいると思うんでね、今日こそはゲットしていこうと思います。今日こそね、野川で初ゲットしたいと思います。今日はめちゃ暑いんで、しかも長靴持ってきたんで、こういうね、川が浅いんでね、川の中をね探っていこうと思いますね。暑い日はですね、川で水浴びをしている可能性が高いんでね、こんな感じで水の中を探していこうと思います。本格的です今日は。はい、今ね川探してたらこんなもの見つけました。トンボですね。ちょっとね、もう羽がね、ここ左のここの羽がもうなくなってますね。これもピンチですね。これはオニヤンマでしょうかね。オニヤンマにしてはなんか小さいんですけどね、なんでしょうかね。オニヤンマにしたら小さいですかね。詳しい方いれば。瀕死状態です。大きさ的にはこんな感じ。かわいそうですね。よし。